皆さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。なんだ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。お前はどう思う？なんで誰も喋ってないんだ？すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。大丈夫なのかよ。いい度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。皆さん、やっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん。表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。おいらちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと、私も少し心配です。でも、あなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれから、アー
アール村に残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですから、くれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。エルマイト旅団に入って素敵な